はい、ということでですね、今回はこちらのですねグランツリスモでなんか誕生日にですね SRT トマホーク X ビジョングランツリスモっていう、まあ、頭のおかしい車をいただきまして、まあ、あの2623馬力ですね、749キロというですね、まあ、頭のおかしな車でございます。PP が 1358.91 でですね、これは特にいじれるところはないんですけど、まあとにかくいろいろおかしな車です。まあでも2623馬力とは言ってもトルクは 124.2kg なんですね。ただ車重が 749kg という、まあ、化け物カーです。いわゆる化け物カーです。まあ、今回はこれでですね、あのいつもやってる首都高速の日本車抜きをやりたいと思います。はい、では行きますよ。まずはあー、これで行くか。これで行こう。おお、怖い。ちょっとね、前がちょっと見づらいですよね。このなんかガラスが。おいおい、行け。あー、スイート、ごめん。これはね、もう事故不可避です。事故不可避、7速までありますね。これは事故不可避です。ただまあ、あんまり事故りすぎても前に行けないので、まあ、ある程度の事故差加減では行きたいところではございます。おお、飛んでるOK、どけマジでどけ。でもこれでもまだ4位ですよ。1位無理か。うわー、早いけ。おー、やばいぞこれ。3号は、あー、3号おった。あー、惜しい。惜しかった。はい、もうこれ事故不可避なんですけど、リプレイ見てみましょう。これはね、事故惜しかったですよね。ちょっとあの視点を使ってなかったら、まあ1位いけたかもしれないですよ。さあ、見ていきましょう。1600馬力は頭おかしいでしょ。早いな。うわ。これね、ブレーキしたらね、パタパタってなんか開く。うわ、パタパタって、このなんかなんて言ったらいいんですかね、パネルが5箇所ぐらい一気に開くの。うおー、すげえ、ウィリーした。6箇所か。今カメラに当たったんじゃん。なんかカメラ変な方向向いたような気がするんですけどね。やばい、動きがやばい。うおー、いやー、1位取りたかったけどな。 OK、 よっしゃ、もっぺんやってみようか。ちょっとラインナップを変えましょう。ちょっとね、アイテムを変えて、時間帯も変えて、さあ、でも相手ね、強くなりますからね。これで行こうか。ハンドルはね、ウェブカメラ視点、ガッカー。ウェブカメラ視点がありますから。やべえわ。いけ。あー、ちょっと減速しすぎた。おお。もうちょっとこれ運転しやすく。チューニングすることはできんのかな。うわ、
倒された。あ、でもこれ R さん5でもまだ9位ですね。2周ぐらい走った方が良かったかな。この曲がる時の分かります？分からんかこうねギューって曲がるんですよ。終わっちゃった。8位や。もうちょっとなんか綺麗にね運転できるような感じになればいいんですけどね。まあそれはちょっとずつ、見つけるとして、さあリプレイ見てみましょう。ああ、スープラとか FD とか。このバージョンって使ったことあったかな。あ、一応あるか、一応あるかな。早っ早すぎるやろ。まあ多分最高級のオーバーステアやと思うんですよね。うわ今のあれか、 Z かな。うわ、ハゲ。うわ、ちょっと一回セッティングしてみましょう。さあいい感じに運転できたらこれは使いますけど、あーダメかな。いけいけいけ、よしよしよし。うわ、あ、でもさっきよりもいい感じなような気がするけどな。でもやっぱ壁にボンボンぶつかるのはしゃあないか。あ、順位上がった、順位上がった。うぃ、早いな、早いな。カストロールのスープラ結構早い。うおうおうわうわ待ってくれー。ていうか、あー、なんかそれ以外もなんか一斉に見えてきたな。まあ2周あったら1位はいけそうですね。うわー、はい、過ごした軍団。さあ最後ね、これリプレイ見て終わりましょう。でも疲れますねこの車は。なんかこの車めちゃくちゃ疲れるな。もうほぼ全部の車に当たっちゃってると思うんですよ。まあ、あとこうやってまあちょっと道塞がれるのはちょっとやっぱりきついですよね。あ、これトリブートか。あ、あの青いのトリブートですね。はい壁という壁にどんどこどんどこ。いや、このカストロールスープラ結構速かったですね。まあ2周まあ2周あったら1位は取れそうな気はするんですけど、
まあなかなか難しいねという感じですね。まあ後のですね、前の方にいてる車はこういう感じで、まあ一応でも一番上にこれじゃない方のトマホークも置いてるんで、まあ、もしかすると一時ちょっときついかもしれないですけど、はい、ということでいかがだったでしょうか。まあこの車ですね、かなり面白いので、ぜひですね買ってみてください。ということでよろしくお願いします。